これから怪談城物語をやります。じゃあ皆さんキャラメイクしてください。食料と人には言えない恥ずかしい癖。好きなファンタの味を決めてください。食料ごとにスキルや恐怖耐久度違うから大事だよ。それ絶対ゲーム的には食料以外使わないよね。はい。ちなみに GM もスキルを決める必要があるよ。GM のスキルは非公開だけど、でも稲川淳二は一発でわかる。これ多分空気を読めないが一番強い。じゃあ皆さん職業決めたら教えてください。脚本家、霊媒師、編集者、科学者、呪術師、無職、で、これどんなゲームなの？ GM が怖い話をする。プルはそれを怖くないように持ってく。GM はそのいじめにめげずに怖い話に持ってく。任せんしゃい。GM を寄ってたかっていじめるのか？真面目に説明するなら、GM はあらかじめ10個のキーワードを決めて怖い話に盛り込む。プルはキーワードだと思ったところを、それって丸々じゃなくてバツバツだよね。って指摘する。判定に成功したらプルが指摘したことが正しいものとして怖い話が修正される。失敗したら、恐怖耐久度が1つ減る。恐怖耐久度が0になったら、指摘ができなくなる。とりあえず、適当にはしゃいでてください。って書いてある。あ、はい。私が話し終える前に全てのキーワードが修正されればプルの勝ち。修正されずに話し終えて、怖い話のままだったら私の勝ちです。話は完成しても怖くない話になってたら引き分けになります。説明も終わったのでセッション始めます。ゲームは誰かが99番目の話を終えたところから始めます。私はね、それがちだと思ったんですよ。でもね、暗くて色が判別できなかったんですよ。近くて見ると血じゃなくて、青汁だったんですよ。こうして99番目の話が終わりました。やべえマジ怖え的な空気を演出してください。まさか青汁だったなんて。怖いなぁ、怖いなぁ。あいつのスキル稲川じゃね。稲川ちゃう稲川ちゃう。あ、皆さんの好きなファンタの種類聞いてませんでした。ジンジャエール、ウィルキンソン、エビスリール。え、私真面目にファンタ公式ページ見て考えてたんだけど。炭酸抜きファンタ。おいおいおい、死ぬわあいつ。俺はファンタダークマタアジだ。でもお前無職じゃん。バイトをして生計を立てている。でも無職じゃないですか。いや、生計を立ててるという意味では無職とは言えないかもしれない。お前、無職。なんか悲しい気分になってきたんだけど。自分で選んだ道じゃん。ちゃんとルルブに無職のスキル書いてあったでしょ。あらゆる RPG にみんなから無職といじられる。って。そうだけどさ。お前、無職。あらゆる返しが無職と返ってくるのか。お前、無職。これ無職が二人いたら互いに無職と言い合って無限ループが完成するな。じゃあこれから私が100番目の怪談を話します。100物語が揃うとなんか恐ろしいことが起きるので頑張って阻止してください。キーワード指摘して内容を変えていくって感じですよね。判定に成功したら帰れます。それぞれ1から6の数字を決めて、その出目が出なかったら成功。ちなみに他の PC と被っちゃダメですよ。私3で、2をもらおうか。じゃあ4で。6をいただこう。じゃあ1でいいや。あまりは。5か、なんだかんだでそうだな。でもお前無職じゃん。何言ってもこうしか帰ってこないのは悲しいな。それは無職だから。無、職、無、職。本題に戻ってください。はいはい無職無職。じゃあ怖い話をします。タイトルは、変わり道。って話なんだけど。え、それ、かいわれ大根、じゃなかったっけ ?6、成功。そうだった。話のタイトル間違えちゃったんだ。タイトルは、かいわれ大根、の間違いだった。まあ、私は皆さんご存知の通り、かいわれ大根大好き同好会に入ってるわけだけど、その時の話なんだよね。かいわれ大根大好き同好会のみんなで、かいわれ大根を買いに行こうじゃないかと、そう思って友人の車を走らせて、それ車じゃなくてほふく前進じゃなかった。3、成功。そして呪術師である私のスキルが発動します。私が出した3の出目に対応してるプルの恐怖耐久値が減ります。味方を減らしていくのか？その代わり呪術師が耐久値一番高い。私は被害受けてないので何の問題もないです。そういうことか。ごめんごめん。シャワガソリン入れ忘れてたから、ほふく前進で向かったんだ。夏で寒くなかったから、夏場じゃなくて冬場じゃないかな。成功。そう？だね、冬場でもほふく前進したら体が暖かくなると思ってね、ほふく前進でかいわれ大根を買いに行ったんだよ。その道中でトンネルを通らなきゃいけなくて、それトンネルじゃなくて伏見稲荷じゃなかった。ぐわー、2だ、失敗、トンネルでした。トンネルをくぐり抜けることになったんだけど、そのトンネルは一人用のトンネルで、それはおかしいんじゃないかな。一人用のトンネルじゃなくて二人乗りの観覧車じゃないかな。科学者のスキルによって一度に2個まで指定できるから、一人とトンネルを変更するよ。成功。とりあえずトンネルの方はキーワードでした。やった。こうして減らしていけばいいのか。そう、
カイワレ大根を買いに行くには二人用の観覧車に一回乗らなきゃいけなかったんだ。でもその観覧車は曰く付きで。曰く付きじゃなくて金箔付きじゃないですかね。はい、2、耐久値減ります。何言ってるんですか、曰く付きですよ。ごめん。私何言ってるんだろう。因果応報だな。でもお前無職じゃん。何でもその観覧車に乗ったものは性格が変わってしまうと。性格じゃなくて髪型じゃないかな。成功。そうだね、乗った人の性格じゃなくて髪型が変わる観覧車だったね。カイワレ大根大好き同好会のみんなは髪型にこだわってたから誰も乗りたくなかったんだよ。だけどカイワレ大根を買いに行くには観覧車に乗るしかない。あ、友達4人で行ってたんだけど、そのうち2人は乗らなきゃいけなかった。友達じゃなくてビーバーじゃなかった。6、ライトさんに1ダメ。そうだね、友達じゃなくてビーバーだったね。私一人人間で他3匹はビーバーの一向かいだった。ビーバー3匹じゃなくて5匹じゃなかったっけ。うっかりしてたわ。私一人とビーバー5匹だったわ。それで2人用の観覧車に乗るわけだが、6体のうちから2体選ばなきゃいけない。どう決めようかと思ってじゃんけんで決めることにしたんだ。その結果私とビーバーが乗ることになったんだ。でもそのビーバーは高所恐怖症だったんだよ。だからさすがに乗せるのもあれだなって思って、私一人で乗ることにしたんだ。観覧車が大きかったのと深夜ということもあって、深夜じゃなくて正午じゃありませんでした。2、耐久値1減る。半分になりましたが。どうした?悲しいな。でもお前無職だからな。無職が人を憐れむな。観覧車が上に上がっていくにつれ、下の景色が見えなくなってって、一人で観覧車に乗るのも寂しいなって思ってたら、どこからか、下。という不気味な音が聞こえてきたんだよ。ペロじゃなかった。成功。ひたひたはキーワードでした。やったぜ。観覧車の中からペロって聞こえてきて、そっちのが怖い。ペロペローという音が聞こえてきてね。あいつのスキル稲川じゃね。稲川じゃない。全員の耐久値を確認しておこう。あいつ稲川だ。そのペロペロという音におかんが走ったんだよ。背筋がゾクそしてね。それおかんじゃなくておかんじゃない。成功。失礼。ペロペロという音が聞こえたらお父さんから LINE が来たんだよ。今おかんが走ってるって。きっと私の恐怖体験を察知して心配して走ってくれたんだと思うんだけど。かといってこっちはどうするわけにもいかず、観覧車はだんだん上に登ってきた。しかしペロペロいう音は鳴り止まない。おかんは走ってる。おそらくおかんは走ってる。どうすればいいんだろうね。助けを呼ぼうとしてもあたりは高い景色しか見えない。なんたって観覧車だからね。高い景色ばっかでめまいがしてきた。めまいがしてきたんじゃなくピーマンが生えてきたんじゃなかった。はい、2。マジか。すげえな。何がしたいんだろう。歌風の言うのでメニにしたら。無職者ラップ。ひでえ。お前、無職。めまいがしてクラクラしたから、思わずポケットに入れたファンタも落としてしまった。ポケットじゃなくて口じゃなかった。成功。そうだった。ポケットじゃなくて口からファンタを落としてしまった。ファンタじゃなくてヨーグリーナじゃないの。でも無職じゃん。成功してもお前無職じゃん。そうだった。ファンタじゃなくてヨーグリーナを落としたんだ。でもお前無職だけどな。ファンタはキーワードです。やっぱな。あなたは無職ですけどね。ヨーグリーナを落としてしまったわけだが、そうだ、私は。そうだじゃなくてコーラじゃありません。よし、1。私はこういう時のために、そう、コーラを用意してたんだ。ほう。炭酸抜きコーラですか。大したものですね。おい、なんでもいいけどよ。相手はあのビーバー先輩だぜ。コーラ。と私は懐中電灯を持ってきたことを思い出した。それ懐中電灯じゃないよね。ハゲたおっさんだよね。成功。いざという時のためにね。頭のハゲた親父を用意してたんだ。懐中電灯はキーワードです。あ、この頭のハゲた親父は死んでるから会話することはないんだけど。うわ、ホラーだ。これ怖い話のままいけるんじゃねえの。しかし、ハゲたおっさんじゃ当たりを照らすことはできない。結局暗闇のままだ。これは元の話だと懐中電灯が切れてたんだろうか。言わない。しかしペロッという音は続いている。これはまずい。まずいじゃなくて楽しいじゃないの。成功。まあ楽しかったね。すごい楽しかった。サーバルちゃんもびっくりの楽しさ。本当の愛はここにあったんだよ。楽しさを伝えようとして窓ガラスを叩き出したんだよ。窓ガラスじゃなくてコピー機じゃなかったっけ。3。成功。あ、死んだ。待って、霊媒師のスキルでかばうよ。ありがとう。偶然観覧車に備え付けられてたコピー機を叩きながら楽しさをアピールしてたわけだが、
観覧車が下に降りるにつれペロペロ音はどんどん強くなり、めまいはするおかんは走る背中はゾクッと寒くなり、どうにかなりそうだった。しかし、しばらくすると突然ペロペロ音が弱くなった。コピー機を叩き続けてた私の手も痛くなった。私は何が楽しかったのだろう。私は何をしているのだろう。私はなぜ観覧車に一人で乗っているのだろう。とミュウツーもびっくりの自問自答をした。そして観覧車の一周が終わり友人たちと合流できた。まあ友人ってビーバーなんだけど、私を見るとビーバーはこう言った。お前なんでかいわれ大根買うのに観覧車乗ったんだ。と、多分そういうニュアンスの言葉を言ってたと思う。ビーバー語はわからないからな。観覧車も乗ったしかいわれ大根を買いに行こう。そう思い私たちはその場に伏せてほふく前進を始めた。そういやそうだった。私が観覧車に乗っている間にビーバーたちは道を整えてくれてた。らしい、ビーバー語はわからん。道じゃなくて沼じゃない？に、うわぁ。すごくない？あれはやばい。どうぞ続けて、部屋の隅で体育座りしてる。気にせず続けて。道だ、沼じゃなくて道だ。ほふく前進で進んでるから周りが確認できなかった。夜だし、そんな中雑談しながらほふく前進してたわけだが、話してるからビーバーの、ピーピー、とかいう声が聞こえるわけだ。その声がな、ビーバーの鳴き声じゃない気がしたんだ。いや、鳴き声じゃなくて、いやなんでもないです。なんで、いやダイスを振るのが怖くなって、鳴き声じゃなくてハイズリ音なんじゃないですか。あ、失敗。でも失敗したので編集者のスキル発動します。失敗した時に公開されてないキーワードをランダムに公開します。明らかになってないキーワードは出口です。でビーバーたちの作ってくれた道もそろそろ出口だなって。ほら、誰かやりなよ。出口じゃないよね。ビーバーの巣だよね。無事ビーバーの巣にたどり着いた。私はビーバーに問い詰めた。なぜだ？かいわれ大根屋じゃないじゃないか。なんでビーバーの巣に繋がってるんだ。と私はほふく前進をやめ後ろを振り返った。いや、振り返ったんじゃなくてリンボーダンスを始めたのでは。6、ライトさん。さあ、もうかばえねえぞ。私はその場でリンボーダンスをした。リンボーダンスでも後方確認は可能だからな。リンボーダンスで後方確認をするとそこには、どうすればいいんだ。ここからどう落ちをつければいいんだ。そこにいたのは走ってるおかんだった。何やってるの、こんな夜中に。いや、夜中じゃなくて早朝じゃ。5、あ、私だ。無職ならいいか。キーワード解除ですね。絶対キーワードだと思ってたけど、失敗続きで指摘する勇気が持てなくて。でも、今一歩踏み出せました。支えてくれた皆さんに感謝です。そうだった、朝だった。ハゲたおっさんの使用用途の使いどころが。あんた、こんな早朝に何やってるの。今日は入試の日じゃないの。入試じゃないよね、葬式だよね。ホラーに寄せに行った。成功。今日はあなたの葬式じゃないの。私はまだ生きてるぞ。おかんは何言ってるんだ。すると周りにいるビーバーがこう言った。違うよ、君は死んでるんだよ。そうじゃなくて、これは夢なんだよって言ったのでは。成功です。ビーバーはこう言ったんだ。違うよ、これは夢なんだよ。は、これは夢だったのか。怖いなぁ、怖いなぁって。あ、夢だなぁ、夢だなぁって。稲川淳二を発動。くるみさんに3ダメージ。うわ、死んだ。へ、編集者。そうだ、かいわれ大根買うのに観覧車乗る必要なんてないもんな。あんたいい加減起きなさい。というおかんの怒号とともに私は起き、下に降りた。しかし、お母さんはいなかった。そう、今日はお母さんの葬式だったんだ。いや、今日はお母さんの葬式ではなく、この味がいいね、とおかんが言ったから7月6日はかいわれ大根記念日では。成功。そうだった、私のおかんは死んでなかった。今日も走ってる。さあ、みんなでかいわれ大根記念日を祝おうじゃないか。はい、怖い話は終了です。キーワードは残っています。この時点でプルの勝ちはなくなったわけだが、この話が怖かったら GM の勝ち、怖くなかったらドロー。怖い怖くないの判別は話し合いだって。どうです皆さん、怖かったよね。めっちゃ怖かったよな。怖かったよな。ずっとダイス2で続けるところとか怖かったでしょ。じゃあ怖かったに1票で。お、このままだと1対0で勝ちだぞ。お、でも結局夢落ちじゃん。でも君この話で恐怖耐久値0になって発狂したじゃん。2票目だ。2例になった。これは勝ち申したか。いや、怖くはなかった。観覧車が出た時点で無理。怖くない。並んだ。でもお前無職じゃん。無職だから無効票じゃね。いやー、怖かったわ。やったぜ。ライトさんに託された。怖いよな、怖かったよな。正直に言うよ、ビーバーが夢だよって言ったとき怖かった。よっしゃ、勝ったー。グムが勝ったので1度6で何か怖いことが起きる。100物語が完成したので、
明らかにこの部屋にいる人数以上の声が聞こえる。ビーバーの声が。これは夢だよ。お化けの指きたすやで。それ違うでめ。